よーい今日は藤子に用意してもらった。今日は11月14日日曜日の、朝9時です。今からね、白岳に登って、その様子を、ご案内しようと思ってます。今から出発するんだけど、白岳ってね、対馬の霊峰白岳って呼ばれるところで、山全体が御神体、神様なんだよね。そうで、毎年できる限り登ってるんだけど、今回私5、6回目かな。うん、結構登ってるかな。でね、あ、そうだそうだ、このパーカーも映さないと。このパーカー、これ見覚えのある人いるんじゃないかなこのパーカーはね、水色のパーカーはね、厳重の指定のパーカーなの。だから厳重の、出身の子はね、今でもこの水色のパーカーで、襟元がピンクっていうね、すごいセンスのパーカーを持ってる。で、私も厳重出身だからね、このパーカーを着て登りまーす。イエーイ。藤子眠そうだよ。大丈夫？ちょっとカメラに映ってるからお仕事して。関係ないってね。無理やりこの参加させられている感がすごい。藤子ね、おばあちゃんだからね。しょうがない。ね、今日行ってきます、藤子。はい。お家でお留守番しててください。いいですか？ね。もうお昼寝ばっかりしてるから。はーい。じゃあ今から行ってきまーす。おたけさん、白岳のご案内よろしくお願いしまーす。イエーイ。はい、おたけが説明します。今回ですね、セリアに行ってもらったのはこちらになります。千葉の霊峰白岳です。はい、標高 518m、 登山口から山頂までの距離が 2.2km、 1時間半で到着する石英半旗の白く輝く双子峰が特徴の山です。双子峰とは、山頂がほぼ同じ標高で2つ耳のように並んでいる山のことだそうです。低山ながらほぼ海抜0メートルから登るため、体感高度はかなりのもので、登りがいは群抜です。白く空に向かって輝くその姿は、海からもはっきり望むことができるそうです。そのため古くから航海の目印として、霊峰として地元の人々から愛されてきました。頂上からはリアス式海岸の麻生湾の複雑な海岸線と無数の島々、白山や有明山など対馬を代表する山々、そして気象条件が良ければ韓国への山影も望むことができます。島の 89% が山林の対馬ですが、360度の大パロナマを楽しむことができるのが白岳登山の魅力だそうです。今回はどんな出会いがあったのでしょうか。白岳のふもとに着いたよ。このあれが白岳、なんかなんだろう、鬼の角みたいににょにょってね、出てるやつ、ここで、ここ駐車場になってて、トイレもあるから、あの最終のね、トイレスポットでとでも使える。私実はこのスモルートを初めて登るんだけど、もう一個ね、氷見線って言ってね、ちょっと長いんだけど景色がいいルートもあって、そっちばっかり行ってたから、今回はこのルート初めて登る。これがこのルートね、今回の。今ここにいて、で白岳登山口まで、車で行けるみたいだから、ここまで行って、
で、この赤いルートを登っていく。うん。白滝山頂40分。こっから40分かかる。ってことかな。で、ここの白滝登山口から白滝のこっち。目岳と小岳があって、こっちの小岳の方に登るんだけど、白滝登山口からこの頂上まで90分って書いてある。1.5 キロ。でね、この鳥居があってね、ここからね、なんていうか、ここら辺がね、すごいきつい、ここ。うん。ここはもう手づかみで、手づかみっていうか、岩場をこう手でこう掴みながら登るから、軍手が必要。はぁ、綺麗だなぁ、晴れてて。素晴らしい、白滝日和。綺麗。本当ね。ちょっとした滝になってて、お不動さんがいますね。あ、あっちの滝のあの中間にもお不動さんがいる。ほら、あっち右側。ほら。あ、本当だ。ね。行ってきまーす。登山が始まりました。このルート初めてなんだよね。所要時間がね、1時間20分15分ぐらい。この杖を持ってる。体調万全。今間違えたね。焦った。寝違えた？間違えた。背中間違えた。やばい。なんとかどうした？寝違えた。大丈夫だけど、携帯が、大丈夫。あ、よかった。よかった。開始早々こけたよ。どこでこけたかっていうとね、これ、ここ。ここでね、つまずいた。受けるあんま痛く、なんともないので。でもね、こうやってね、自撮り棒を持ってからね、持ちながら登山をするのは危険だと悟りましたので、もうね、要所要所で休憩中に撮ります。じゃあまた後でね。はい、半分くらいまで登ってきた。あと1キロぐらい山頂までかかるんだけど、ここね、でっかい岩があってね、そこ、ここが空洞になってて、私これ初遭遇。ちょっとここまで行ってみるね。ああ。でかーい。巨石やね。ああ。昔からあったよね。これ蛇っぽいよね。これも、これは木のね、根っこだよね。すごい。
割れてないね。この岩割れてない、すごくない？うわ、これどうやって登ろう、ここから登れるかな。うわあ、初巨石。あ、ここにも案内板がある。山頂まで105メートル、半分以上来たよ。わあ、すごい。ああ、この岩の隙間から木が生えてる。あ、こうやって割れてるね。ここ割れてるね。こっちも割れてる。はあ、こんな風にあの山のあちこちに巨石がでーんってでかく落ちてるっていうかあるね。じゃあまた登るね。鳥居まで来ました。これはね、白竹神社って書いてある。でここから、この鳥居の先から神域になってて、こっから40分ぐらいかかるらしい。これね、ここまではね、まあ、まあまあ山道って感じだったけど、 ここから先はね、かなり、難易度が上がります。途中からね、また難易度が上がったところからちょっと撮る、一瞬撮るからね。はーい、はい、山頂まで400メートル切った。でね、今までこの手で、あ、軍手してるんだけど、軍手、木につかまりながら登ってきて、もう全身運動。で、こっからね、じゃじゃーん。綱登場。綱をね、こう伝って、登っていくから、またさらに険しくなるよ。その手前で休憩中。今ね、山頂付近なんだけど、ここ、手で手づかみ。縄もあるし、エリカちゃんが今登ってんだけど、山の神、すごい早いの彼女。どうぞどうぞ、行っちゃって。あんな風に軽々登るからね。子供の声がする。すごいね。まだ続くよ。山頂付近。一気に開けた。今からね、この岩の上に登るよ。岩の上に。あ、登るよ。あ、すごい。ちょっとこっち、あの、あー、でも断崖絶壁なんだよね、ここ。よかった、今日風がなくて。すごい、じゃーん。うわー、疲れが一気に吹き飛ぶな。めっちゃ怖い。ここの上登るからね、今から。怖いよー。もう軍手必須。これが白岳。白岳の尾岳。オスって書いて、尾岳の方。
はあ。先に女子2人が行ってる。よし、私も今から追いつくぞ。わあ、飛びたい。めっちゃ飛びたい。ちょっともやがかかってるね。山頂に着きました。すごい。ほら、まぶしい。立ちくらんだ。危ない。よいしょ。ちょっとね、あの岩場はね、平らなところがまあまあ 10畳ぐらいあるからいいんだけど、ほら絶景でしょ。すごい白いの、この白岳。これね、ゴーストオブツシマのね、神社にも出てくるよ、これ白岳。すごい、ほら、あ、断崖絶壁。見て、めっちゃ怖いよ、ほら。当日も晴れないとなかなかたどり着けない場所。今からみかん食べて下山します。はい、対馬に会いましょう。登山口に戻ってきたよ。いや、今回スモルート初めてだったんだけど、こっちの方がね、川のせつらぎが綺麗で、アップダウンがあんまりないから、最短距離で登れて、効率よかった。また機会があったらこっちから登りたいなと思った。で、ちゃんとね、このね、滝が出迎えてくれて、いやーよかった。最初、いきなり転んだからどうなることかと思ったんだけど、なんとか頂上まで登れて無事、5体満足で帰ってきました。よかった。今からね、今は3時ぐらいなんだけど、お弁当買ってまたどっか行こうかなって思う。それじゃあ皆さん、また対馬で会いましょう。じゃあのー、ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねお願いいたします。またいつもたくさんのコメントありがとうございます。ショート動画で、コメントに対する返信を抽選で行って、お返ししていこうと思ってますので、楽しみにしていてください。また、番組途中の CM を募集しています。公式 LINE?公式 LINE に、登録してもらって、動画で送ってもらえれば、番組内に差し込めるので、皆さん送ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。 Twitter もやってます。